중이다. 何？もうよかった。ほんせ、気のせいか。ほんせ、ほんせ。What?
Yes. Thank you.
さん。よし。この目で確かめさせていただきました。うん、今後もそのハッピー弾を使い、寮の住民たちの生態調査に励んでくれ。了解であります。夢が広がるね、カメポン。これからはアマユ殿、キラ殿、ミサ殿、美少女たちのプライベートを覗き放題だよ。部屋での無防備な姿も、お出かけのおしゃれな姿も全部見放題。仕事だなんて、ビータンたちが一番ハッピーだよ。私とお前を一括りにするな。申し訳ありません、司令官。あとでくれぐれも頼むぞ、カメポン。それとビータン、そうだ、今お出かけのおしゃれな姿と言っていたが、君たちには寮の外に決して出ないことを勧める。ですか？そんなのおかしいですよ。司令官、ビータンの言うことも一理あります。より詳しい生態データを得るためには、外出先にも同行した方が。寮の外でアマヨ殿が何しているか見たいじゃないですか。調査じゃなくて単なるお前の願望か。その寮の中では君たちの宇宙船から発せられる生命適応装置が働いているから平気だが、本来その星はパンデモ星人が住める環境ではない。外に出続ければ数分後には絶命するだろう。それでもいいというなら止めはしないが。ビータン、ずっと寮でお留守番しています。助かるな。命あってのガールズウォッチングなので。寮のみんなが出かけた時はおとなしくカメポンとイチャイチャしてます。そうだな、そうしよう。え、カメポン、まさかついにピータンの思いが。ああ、たっぷりイチャイチャしよう。任務に関係ない無駄口を叩いたらどうなるか、お前の関節という関節に思い知らせてやる。あ、そういうのはいらないです。遠慮するな。さ、そうと決まれば滞在基地に戻るとするか。他に私から任務を言い渡すこともあろうが、それ以外は好きにするといい。はい、ビータンの人格矯正も含めしっかりこなさせていただきます。ビータンのハッピー地球ライフが期待しているぞ。さて、早速だがビータン、地球の文化について勉強するぞ。まだアマヨ殿の下着も漁ってないのに。するぞ。はい、頑張ります。Now loading。